こんにちは。転売大堀秀夫です。オーストラリアアマゾンが稼げる理由。まあ、ヤフオクも昔は最高の販売場所でした。ということでですね。ヤフオクとか日本アマゾン、アメリカアマゾン。いずれもスタート当初は最高の販売場所でした。はじめの3年ですね。これはまさに天国。濡れてに泡。まあ、ブランド物を無在庫で出品すれば売れた時期ですね。 だからめんどくさい、えー、一個一個ね、え0、ー、千円とか何百円とかいう利益を積み重ねなくても、まぁ、あ、一件でね、え数千円、あるいは何万円と動かったと。で、例えばヤフオクなんかね、えこの、まグラフティのキーポルという、えバッグがありまして、これはもう旅行の予定が決まってたら、えそれに合わせてね、まず売っとくと。で、売っといて、売れた分だけね、え海外で仕入れてくると。 いうようなことができました。まあ、そんなことやってね、一件で7万以上儲かったこともあります。まあ、それからワイン。これね、2年後に手に入るボルドーワインを販売したと。まあ、買った値段の4倍で売れた。まあ、これね、ちょっとわかりにくいんで説明しますと、2年後に引き渡されるワインをね、3万9千円の予約販売で購入すると。で、買い値の4倍、15万6千円で販売して、まあ、売れてすぐに7万8千円を受け取ると。 で、引き渡しの2年後に残金をもらうという形です。まあ、昔はこんなのどかなね、取引方法ができたんですね。で次に、アメリカアマゾン。まあ、これもね、えーまあ、面白そうだなと思う商品を載せといて、売れてから仕入れに行くと。でね、これなんかは3倍で出品して、売れてから仕入れて、まあ、1件で8万円儲かった商品、プラネタリウムですね。で、まあ3年から、 5年ぐらい経過してくると、今度もう無在庫はね、上級生じゃないと稼げなくなります。アマゾンの場合ね、FBA を使えば仕組みだけで稼ぐことは可能だというのが分かってくると。まあ、これはね、企業の得意分野なんで、徐々にこのやり方は厳しくなってきます。で目利き力と資金があれば限定品を仕入れて寝かせば売れると。目利き力と豆差があれば中古品を仕入れて売れば儲かると。 ま、あ寝かせなくてもね、すぐ出しても儲かる商品があります。で、サービス開始から7年ぐらい経過。まあ、これね、日本アマゾンとヤフオクはもう特にこの7年以上経過してます。アメリカはまだこうまで行ってないですけどね。こうなってくるとね、安くても売れないものは売れなくなると。ま、あヤフオクとかアマゾンね、いらないものをとりあえず出しとけば、えー、まあ、例えばヤフオクなんかだとね、1円スタートにしときは大抵どんなものも売れたんですけど、まあ、これがね、売れないものは売れなくなってきます。 で、無在庫なんてのはもう全然無理な状態になってきますね。で、アマゾンの場合は FBA を使えば仕組みだけで稼ぐことが可能です。そうなると、えー、資金のある大企業ですね、えー、まあ、とりあえず商品をたくさん出すと。儲かったものをまた仕入れ続けると。で、儲かってるものはね、価格競争力をつけるのに大量に買って、えー、コンテナで運ぶとか、まあそういうことをやってきますんで、そうなるとね、えー、もう同じことをやって初心者の方とか、 仕入れののロットが、ね、小さい人は稼ぐのは無理になってきます今、日本のアマゾンなんか完全にこういう状態ですね。えー、まあ、ダンボールとかでね、仕入れて売ってたんだとなかなか稼ぐ商品を見つけにくいと。やっぱコンテナとかでね、仕入れてる人には立ち打ちできないというような状態になってきてます。で、強いプラットフォームはね、アマゾンも、えー、ヤフオクも まあ同じ道をたどってますけど、まずはね、出たての頃は、高いブランドものでも無在庫で売れて儲かります。やっぱりあの珍しい、新しいとこから買うのが好きな人とかがね、資金力のある人が買えますんで、とりあえず珍しいもの乗せときゃね、売れるという状態になります。でしかもね、安ければ、まあとりあえず買い物好きな人が見ますんで、安ければ何でも売れると。 ところが参入者が増えてきた、まあ3年目ぐらいからまあ一般的になってきてですね。そうすると、例えばヤフオクなんかの場合は、偽物取り締まりをほとんどしなかったんでですね、もうそのヤフオクという場所そのものがブランド物を買う場所じゃないと、高いものを買う場所じゃないと,いう,ない,というようなイメージダウンで、ブランド物じゃ儲けにくくなってくる。アマゾンについてはね、 強力な販売力があだになってですね、販売代理店からの圧力が相当かかります。そうすると Amazon もね、ブランドを規制すると。そうすると、高く売れるブランドものは売りにくくなってきます。で現在の状態ですけど、まあ、ヤフオクはですね、初心者が売って儲けるのはもう無理です。まあ、逆に良いものが安く仕入れる場所として使ってます、ね。仕入れの場所として使ってます。で日本 Amazon もね、初心者が売って儲けるのは難しいです。 オーストラリアアマゾンが始まったら、まあ、プライムサービスなんかを使うと、ね、売れてから仕入れて送るということができるので仕入れ場所として使う予定ですアメリカアマゾンこれ需要と供給の関係でですね日本製品を売るんであれば全然普通に初心者の方でも稼げますただしね商品選択これどういうものがね高くても売れるかどういうものが高きゃ売れないか この辺がね、転売の出身者だとわからないんで、まあ、転売アカデミーのサポートを使えば稼げると、自己流出ると多分厳しいというような状態です。で今のうちね、このアメリカアマゾンで、えー、輸出でどういうものが儲かるとか、そういうのに慣れてね、あるいはアマゾンの癖とかね、えー、使い方が分かって、えー、儲かるようになっておけば、オーストラリアアマゾンが始まった時ね、えー、万全の体制で参入できますんで、まあ、今からアメリカアマゾンで。 稼いでいくことをお勧めしますオーストラリアアマゾンが始まってね、3年は無在庫で売って、売っても稼ぐチャンスがあります。でさらにね、えー、無在庫だけじゃなくて、FB を使って販売すると、ね。大量仕入れが可能な中国商品も販売すると。でこれ全部組み合わせれば、大儲けできる可能性が高いです。でさらに、参入者が少ないうちは稼ぎやすい3つのわけなんですけど、 まず、ライバルが少ないのでね、出品すれば儲かる商品は見つけやすい。これ一番大きいですね。えー、もう本当に儲かる商品ポコポコ見つかります。で、二番目、規約違反に甘いと。今の日本アマゾンとかアメリカアマゾンなんでね、規約に違反してないじゃんって言ってもね、えー、サスペンドとか、あるいは削除のな,んなんかなってる方いますけど、これ当然出品者がいっぱいになってくればね、えー、より、えー 有料な出品者。ね。手間のかからなくてトラブルも少ない出品者を優先すると。で、めんどくさそうな出品者とかね、トラブルの多い出品者はご退場いただくという形になってきますんで、え、やっぱり、え、規約違反に、え、厳しくなってきます。逆に始めるうちは非常にこれ甘いです。で、3番目。ね、初めはやっぱね、立ち上げの時は広告費をバンバン使うんで、アクセスがたくさん来ます。で、アクセスが来る割には出品者が少ないと。 要は需要と供給の関係でですね、まあ、非常に売れやすい、美味しい状態が続きます。そんだけで、まあ、参入者の少ないね、まあ、3年は稼ぎやすいだろうと。まあ、特にね、スタート時期の半年1年なんてのは、まあ、どうやれば参入できるかわかんないとか、あるいはね、転送したいけどね、アメリカのように転送サービスがないとか、まあ、留学している友達に頼んだらね、えー、荷物が多いから、えー 転送の荷物をね、えー、そのまま配達してくれないと、取りに来いということで、うまくいかないとか、まあ、多分そういうね、トラブルが相次ぐと思います。そんなわけで、初、まあ、めからきちんとね参入、参入できる体制を整えて、えー、オーストラリアアマゾンに取り組んでいただけますんで、あのテンバーアカデミーの、ね、サポートを使っていただければ、えー、かなり稼ぎやすい状態になると思いますんで、まあ、今のうちから、まあ、しっかりとアマゾン輸出で稼いでですね、オーストラリアアマゾン、 開始を楽しみに待っていただければと思います以上、転売を堀秀夫でした